はい、どうもこんにちは。 N スタジオのリュウです。ゴーストワイヤー東京の続きをやっていきます。てかめっちゃ敵いるな。ここね、こないだ KK が連れ去られたんで、ちょっと取り戻すために地上へ戻ることを決意したんで、ここを突破していこうと思います。いやー、これ弓で戦わなきゃいけないんでしょ。だいぶきつくない？どう動こうかな。エーテルが使えない状態だからな。一発で仕留めきれんのかな。よっ。ああ、一発で仕留めれるんだ。でも逆に言うと、あと9発しか撃てないっていうことなんだよね。霊視も使えない。エーテルの回収もできない。あ、弓あるじゃん。だったら、とりあえず、こっから狙えるやつらを全部狙い撃つか。あの女子高生だけちょっとむずいな。あの OL いっか。2発で倒せるか。バレなきゃ。怖いな怖いな。よっ、あ、外した。夢下手くそなんだよな。あ、バレたっぽいな。当たんないね。3発。オッケー。いや、むずいぞ。早く帰りたいんですけど。あそこにもいるっしょ。よっ。他に場所がないもんな。よし、ちょっとこ上から攻めようか。あ、回復がある。とりあえず地上に出ないと。どこにもいたのか。 OK。 あぶねー。あと2本しかない。どっかに弓落ちてないかな。口先女もいるじゃん。うん、後ろもいる。あー、いる。バレたくない。よし、走れ。あ、待った、こっちじゃない、もう一個上だな絶対。あ、ごめん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 。ちょっと逃げさせて。2本しかないな、無理。来てるかな。あ、でも来てない。 OKOKOK。 このまま行こう。こっちで道合ってるのかどうかも分かんないけど。え、嘘。いるじゃないの。なんとか切り抜けなきゃ。
っしゃい。もう弓があと1本しかない。どっか弓落ちてないかな。あったよ。し、3本も増えた。ダメ、痛っ。オッケー。ここきついね、逃げるの。危ない。来る、来て、来てくれ。よしよし、いいよいいよ。うわー、なんとか。でも地上までだいぶあった気するな。揺れるかな。あっと、外か。あのマンションは北か。KK のアジトでしょ。ここか。こっちか。こりゃ弓強化しとかねえとやべえな。めっちゃびっくりしたんやけど、これ。あー、いらっしゃるね。ちょっと待ってね。道がわからないんだ。違う。こっち？ちょっと待って。コンビニ、コンビニ。猫又さーん。やかっとかなきゃきっちい、これ。ここだ。なんとか戻ってこれたな。よし。なんだ。誰だ。写真の。ずいぶん仲良くしてたみたいじゃない。あの口の悪い男と。で、助けたいのね。でもできるかしら、そのおもちゃだけで。力が必要でしょ、彼の。でもどこに連れて行かれたかわからない。あなた、やっぱり気づいてないのね。彼とのつながりは自分の中にあるってことに。え？これ、彼に渡してくれる？大切なものだから。この黒いモヤみたいな、なんだ。
リンコからメモ。あなたにも使えるものを用意した。手助けできるのはここまでよ。あとは自分の力で切り抜けて。なんて読むんだ。まれびとの視線を遮る仕組みを発生させ隠れることで見つからずに移動できる。この辺は全部一回見たな。弓と女の人が言ってたつながりって冗談だろ。ああ、この黒いもやがそうってこと。ちょっと一回下降りなきゃいけないね。こっち、この先に KK がいる。僕らはまだつながっているんだ。僕の中に KK の力がまだあるんだ。おお、そういうことね。これをたどっていけばいいと。待ってろよ KK、 早く戦えるようにしてくれ。あ、これがその阻害できるやつですな。無理に戦わずしていけるってわけだ。あ、上は無理じゃない。よっ、急げ急げ、走れば何とかなりそう。あ、待った、これだけ吸収。さっき近いじゃ、ちょっと吸収しきれなかったからな。マジで言ってんの。あのケンケンパが確か強いかなんかじゃなかったかな。あ、今チャンスっぽい。よし、どういった。いねえし。ちょっとこっち回りで行こうかな。いたいた。見えません。いった、 OK。 バレてない。どこ行った？さっきのケンケンパー君はどこ行ったんでしょう？あ、いたいた、いたけどちょっと抜けさせてもらうね。あれ？マジで？あー、そういうこと？よし、仲間呼ぶんだあいつ。
よしよし、下がれば消えると。正面からは戦えないな。オッケー。こっから入ったらいいのか。おお、びっくりした。もう指ないんですよ。ちょっと待って、ちょっと待って、弓がない。くそ、あった。やめとこう。ああ、今はやめとこうと出るのか。弓がない、すぐなくなる、やべえ。弓じゃないもんね。やばいな、弓が足らんな。これ使えばいけるか。ダメか。あ、バレてんな。えらい。ちょっと待って待って待って。どっかに弓ないか。この辺壊しても手に入んないしね。あそこに敵いるっしょ。見ないでいただきたい。どうしよっかね。とりあえず走って切り抜けよう。お金か。弓は落ちてないか。あった。あいった、この野郎。痛い。もう他はないかな。経験の事件報告書。霧によって傷害刑事事件について書かれている。職者と霊芸ポイントを獲得できる。あと弓が2本か。にもないよな。
なさそうだ。弓当てんの壊滅的に下手くそなんだよな。あった、なんもないか。あと敵は2体ぐらいいるかな。もう弓はないかな。なさそうだな。あと一発。マジ下手くそ。オッケー、これだけ入れる。よし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 。遅えんだよ、ノロマナ。助けに来るって分かってたような口ぶりだな。助け？何様のつもりだ。俺の力が必要だから来た、そういうことだろ。それはアジトで女の人から押し付けられた。は？あいつ生きてるのか。いや、死んでまで世話焼きとはな。家族だろ、あんた。助けるために。お前には関係ない。俺とお前は進む方向が同じ、それだけだ。これはしまっておく。で、来るんだろ一緒に。人に物を頼む態度じゃねえな。頼んではいない、取引だ。お互い拒否はできない。後悔すんなよ。やってくれよ。仕方ねえ、遊んでやる。おお、なんだかんだいいコンビ。抵抗するんじゃねえよ。調子いいじゃねえか。すげえ、あんな技もだ、あんだ。あ、じゃよいしょ。すごい力だ。俺たちが共鳴すればこれぐらいできるってことだ。ワイヤードイン、
ワイヤードインか。絶対共鳴の発動。最大の時、強力な戦闘モードである絶対共鳴を発動できる。攻撃で稀人のコアを露出させやすくなる。発動した瞬間にエーテルショットの霊力が最大まで回復し、周囲に衝撃を発生させる。衝撃波は稀人のコアを露出させやすくなるのと、さらに敵をスタンさせる。すげえ。なんだ。あいつは始めやがったな。マリー、時間がない、急ぐぞ。ミッションクリア。第3章、縁。あの光、北東の方だな。まずはここを浄化して、霧を消すぞ。OK。あの女の人、仲間なんだよね。リンコのことか。さあな、どうとも言えん。どういう意味？仕事仲間だ。仲がいい必要なんてあるか。はい、というわけで今回はここまでにしようかなと思います。いやー、KK も助けられたし、力も戻ってきたんで、サクサクっといろんなとこ進めていこうと思います。またあれかな、サイドミッションとか増えてるかな。4つぐらい増えてるな、サイドミッション。というわけで次回はサイドミッション回にしようかなと思います。面白かったらチャンネル登録とグッドボタンの方お願いします。では次回の動画まで。またね。